その火力ってやつをな、防御力1200オーバーバーサスバーサス今日が主青あしらだ。実誰も知らない狩人イカレタコスケです。重大事変主青あしらという存在を皆さんはもう確認されていると思いますが、私は初見で久々にその重大主青あしらに敗れ去ってしまったガチ装備で糸だのにというのだ。あ、今日本語がちょっとおかしかったが、重大事変青主青あしらに最強装備で挑んで負けてしまった。初見とはいえ、このモンスターハンターライズ簡単だ簡単だと言われていたわ、タコスケも心のどこかで簡単かもしれないなと思っていた。だが所詮それは防具や武器に頼った偽りの難易度主青あしら、この強化主青あしらを戦った私はそれに気づいたのだ。だからこそ今一度防御力というものの限界値に挑戦してみたい。今回は防御力1000超えで現状おそらく最も強いと評判になっているであろうモンスターの一匹、強化主青あしらの攻撃を受けてやろうという魂胆です。まずこの通り久々にこの人玉鳥というものをね集めている所存ですよ。今私はどこにいる、どこ、下の方にいますね。それどれぐらい溜まっているかわかりませんが、とりあえずこいつでまず防御力を上げていく。久々だぞ、人玉鳥をこんなにも集めたいと思うのはな、人玉鳥、お前たち、待って待ってくれ、待って待って、おちょ、人玉鳥、お前たちが必要とされている時が来ているのだ。お前たちの存在というのは、ただこいつら考えてみたけど、マップ上にものすごいいるけども、こいつらってもしかして最も繁栄している生物なのではないだろうか。これだけ環境生物がいる中にこれだけの数がいる、もうそれこそゴキブリ並みの繁殖力を持っているという可能性がある。これだけいたらもしかすると人玉鳥による百竜夜行、人玉夜行というものが存在するのかもしれない。その恐ろしさや数億円、なんだ、日本語がよくわかんないけども、日本語よくわからないけども、人玉鳥たくさん百竜でやってくる、みんな地獄を見るけどみんなパワーアップする、それで普通の百竜夜行に反撃をする、生態系崩れる、こんにちは神王がっていうことにならざるを得ない。でも今思った、百竜夜行って防御、百竜じゃねえや、何言ってるんだ、なんだっけ、この人玉鳥って防御力50ぐらいしか上がんないんじゃなかったっけ。いいか、そしたら次にだな、だいぶ無駄話をしたが、まず2回死にます。そう、私は常に防具にこちら、じゃあ彼に倒されながら説明していこうか。腹痛をつけています。この腹痛、1回死ぬごとに、落ちるごとに防御力が 1.15 倍という、それは悟空もびっくりの超性能を持っているというわけさ。そして防具は当然デフォルトで最大防御力を誇る、このなんだっけ、核薬のシリーズは全て装備すると500、これは圧倒的防御を持っている。何しやがんだ神王が、人が説明している時に、なんか俺のスタミナめっちゃ少なくないか、あれ、あ、そうか、落ちた後もスタミナって回復しないんだ。もう一回破れ去ってくる必要がある。なぜ私がこんなに急いでいるか、それはな、準備していたらクエスト時間が半分を切ってしまっているからだ。まあそんなわけで、おしゃべりにお付き合いいただきつつやっていこうと思います。この防御力特化型動画企画、カットしろという話もあるかもしれません。カットに関しては AI に任せようと思います。 AI の、頭が良ければきっと全カットということで動画は上がらないことでしょう。ですがまだ人類の、相手はなんだ、相手はガブラスだ、人類の発展というのはそこまで到達していない。バルファルクが来た、あいつのところに行きたい気持ちがある。バルファルクが乱入してくると楽しいな、楽しい気持ちになる。バルファルクはちなみにこの主青あしらやたらと乱入してくるんで、もしかすると2匹目確定なのかもしれないという、そんなプチ予想情報を、まあ神岡君とりあえず私を倒してもらおうか。そう、そしてだ、武器に関してはテオオルフェス、これは今回はまあ生存ではなくあくまで防御に振っているということでね、
この防御力アップ、攻撃力アップ、それから体力回復症、体力継続回復がついている防御最強の笛テオオルフェスを装着している。で、一応この後食事を取るわけだが、食事では、精霊の加護をつけるつもりだけども、スキルの方には精霊の加護はつけていません。まあ言うてね、神謡がごときにまだまだこんだけダメージを受けている状態、この状態というのは防御力748という状態、この状態ではまだまだ私はね、お茶の子さいさい赤ちゃんマンといったとこでしょう。いや、赤ちゃんマンは強い、赤ちゃんマンは強かったな。なんで食事を取ろう。これで防御力は831となる。ここは入り口じゃない。でも開けてくれ、テントだろ、下から潜り込めるだろ。さあここでポイントを使って食事を取ろう。そう、食事を遅らせた理由としてこの催眠団子を食べるという、そういった意味合いがある。そして、まあ、弱いの恋をつけてもいいところだけど、まあ、特に他にないから弱いの恋でもいいか。じゃあ弱いの恋をつけていきましょう。この通り、お団子防御術第お団子待機催眠術、お団子弱いの恋で、まあ、お団子弱いの恋は一応火力をまあ下げられるかもなぐらいの効果がある。お団子防御術に関しては精霊の加護の、ちょっとした効果がある。で、お団子短期催、今日は口が回ります、なんか最近毎日回らないですね、脳に異変ですかね。お団子短期催眠術というのは、防御力と攻撃力を確か5分ぐらい上げてくれるという、そういう効果があります。食べましょう。さあ、ちゃんと食事効果も発動しましたね。不屈と合わせるときはこういった効果があり、そして防御力は846上がってる。何が重複するかわからない世の中だが、だがたとえ重複したとしても、重複しなかったとしても、私は全てを使っていこう。そして効果薬グレートにより防御力は871。この時点でモンスターハンターライズとしては破格の防御力ということになります。そしてこっからが本番だ。防御力はさらに上がっていく。だがここからは防御力の上がる時間というものに限度がある。まずこれ一旦モンシロだが、しかしよ、効果の粉塵と忍耐の種を使って11、お腹が空いた。で、一旦モンシロで1126、さらにこの力アップで1259。防御力1259だ。猫ちゃんの強化に関しては確定で入れられるという予想がないので、ここは一旦置くとして、この状態が続いている状態でアイテム持続強化がついているからね、この状態で奴の攻撃を受けたい。急げ、急ぐんだ主青柱。いたな、主青柱。さあ見せてもらおうか、その火力ってやつをな。防御力1200オーバー、バーサス強化主青柱だ。さあ猫ちゃんの効果もうまく発動するかな、発動するか。あれ、またたび強化。んー、どうです、防御力としては。ただの、おっと、防御力が下がってしまった。どれだ、どれが、え、どれです、どれが下がっちゃったんです、防御力が下がってしまった、1000になってしまった。どれだ、ど私の防御力は一体どこに。だがしかしよ、この防御力をもっとすれば強化主青柱といえど、ただの主青柱程度の防御力は、いや攻撃力、これでは防御力が最強と言わざるを得ないといったところです。どれですかね、どれが一旦短かったのかな、一旦モンシロ切れちゃったのか。ちょ、防御力、この時点でこの HP で余裕シャキシャキで戦っていられるといった、そういった、待て、死ぬわけにはいかんぞ、まだ死ぬわけにはいかん。だが防御力は違う、 HP はもう回復してしまった。その岩自ら受け、急にバルファルクさん来た。バルファルクさん助けに来てくれたんですか。でも私は防御力が1022ありますからね、問題ないですよ。一旦モンシロの効果がやっぱ切れたっぽいな、一旦モンシロが切れちゃったっぽいか。いや違うな、効果の粉塵か。いやダメですね、やっぱ一旦モンシロが短かったんだな、3分ぐらい、1分ぐらいで切れちゃうのか、ちょっと厳しいところ。さあバルファルクに乗らず、だがよ、この防御力見たか、圧倒的防御力をよ。ん、どうだいバルファルク君、お君の
ちょっとおっぱいのところでね、攻撃を食らっていく。防御力911、少しずつ下がっていくか。それでもまだ頑張れる。俺はまだ頑張れるぞ。何が切れたんだ？何が切れた？曲が切れた。曲が切れたか？曲が切れたっぽい。危なく今、防御がなかったら、防御がなかったら、防御がなかったら、バルバルかー！回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。